瀬沢の戦いは、天文11年3月に品の瀬沢で行われた、改修後、武田春信軍と品の諏訪の領主、諏訪寄重軍並びに、品の守護、小笠原長時連合軍の戦いである。武田春信戦国時代の後進とその、周辺拡大天文10年6月14日、会、武田家の当主、武田信虎は、着手の春信を要した一門。 不大重心のクーデターに遭い、隕石関係にあった、駿河守護、今川義元の下に追放された。信虎は海を統一すると、隣国、信濃への侵略を開始していたが、それと、並行して、諏訪家の当主、諏訪頼重に、娘のネネを嫁がせていた。しかし、信虎の追放で、武田家と諏訪家の遠石関係は、微弱なものとなる。天文十一年三月、 諏訪頼重は、春信の政権基盤がまだ盤石でないのを見て、品濃守護、小笠原長時と連合して、海への侵攻を図った。これに対して春信は自ら出陣し、諏訪、小笠原連合軍を後進国境で迎撃する。この合戦での被害はまだ盤石な体制を築けていない武田軍に、むしろ被害が出たとされ、激戦が繰り広げられた。 しかし、春信は瀬沢に本人を敷いて徹底的に、抗戦し、ついに連合軍を退けたとされる。ただし、確実な資料において、この合戦に関するものは、一切見られない。武田氏は、天文十年の武田、村上、諏訪三氏による信濃の小さ型、作軍進行まで、同盟関係にあり、6月14日に帰国した、信虎は春信により追放されている。 7月14日には、関東関連の上杉の政が、さが、品の作組へ出兵すると、諏訪頼重は、武田、村上漁師に断りもなく、県政党和睦し、諸領を分割している。翌天文11年7月2日に至り春信は、諏訪信仰を開始し、諏訪氏を滅ぼす。その背景には、諏訪頼重の上杉の政との単独和睦を、 名約違反と捉えたためであると考えられている。瀬沢の戦いは、武田氏による諏訪氏の滅亡を正当化するために、後年に創作された合戦ではないかとする考察もあり、合戦そのものの存在が疑問視されている。ありがとうございます。